そらですか。はい。ヤマさん、彼女見てますよ。この格好でお仕事してるんですか。そうですね。はい。可愛いですね。興奮しちゃいます、ね。ああ、はい。普通、はい、みんな患者さん目つぶってるんですけど。はい。怖い。綺麗な目ですね。はい。かわいいですね。あ、ちょっと、一回降りてください。はい、気をつけてください。気をつけてくださいね。そうですよ。はい。はい。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしく、よろしく、お願いします。ちゃ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 。さあ始まりました。視聴者の M さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そこチャンネルのファンということで、岩川さん家にちょっと来てみたいっていうお話を聞いたんで、もう岩川さん家の部屋の前にいます。今日何時に行くって連絡してないんで、寝てる可能性があるんで、はい、起こしてみましょうか。はい、ちょっとゆっくり開けてくる。寝てますね。どうしました？どうですか？イワポンに会いに来ました。イワポンに、あばちゃんですか？はい。いえ。覚えてますか？あ、覚えてます。まあ、可愛いですね。ほんと来たの。よろしくお願いします。どうも。すいません、ちょっと僕寝起きで口臭いかもしれません。いや、あの口だけじゃないです。全部臭いです。岩川さんの歯磨きをしに来たんです。そうそうそう、あの、ね、M さんは実はあの、うん、歯科衛生士なんですよね。ああ、それ言ってたね。プロなんで、うん、今日はそのプロに岩川さんの歯をきれいにしてもらおうっていう企画なんですよ。歯を磨いてくれるんですか？そうなんですよ。なんかエロいですね。その動画とかで見てても、うん、歯がねすごい汚いのが気になるって言ってたんですよ。磨いてくれるの？はい。綺麗にしてあげたいです。ですか？ですか？で、一応ね、今回そのマスクをこういう風にしてれば口とかね出しても OK っていうことなんで、ここだけでもね、はい、分かるとは思うんですけども、はい、そこチャンネルには絶対来ないような綺麗な人なんですよ。はい、そうですよね。今までで一番綺麗ですよね。今までで一番綺麗。あ、じゃあついに彼女を超えたってことでいいですか。まあ、それはまた別な問題ですけど。どういうきっかけでそこチャンネル知ったのかなっていう。はい、知ったのは、はい、ただふりさんの動画を見て、うん、だその関連で出てきて、2年前ぐらいから。でもその時はなんかそこまでハマってなくて、なんかたまに暇だったらちょっと見る程度で、でもあの2号さんが来てから2人がすごい楽しくて、2人のなんかやり取りが楽しくて、あ、2号さん来てからですか？はい、はい、なんかそこからハマりました。本当ですか？どうですか、名前岩川は。なんか、うん、思ったより顔がでかい。あ、思ってるよ。あ、もっと小さいつもりでしたか。あ、でも可愛いです。あ、本当ですか？可愛いですか？あ、本当ですか？ちょっと触ってみますか。ちょっと今日2号さんいないから、俺カメラとこれ同時進行にやんなきゃいけないから、
ちょっと頼むよ。はいはいはい。画面が今グラ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 ってなっちゃったんで。なんかちょっと口が臭い。ああごめんなさい本当。好きな動画ってあります？部屋の中にあのコバエがたくさんいて、卵の中にもコバエがいる動画がお気に入りで。あのやっぱ変わってますよね。変わってますね。なんかもう娯楽なんかなんもないんじゃないですか。閉じ込められてるんですかどっかに。何度見ても楽しいです。そうなんですか。はい。あ、あ、岩川さん彼女見てますよ。岩川さん彼女いる。はい。彼女は、はい。すごい手ちっちゃいですね。本当に。あダメですよ。はい。ありました。はいはい、これは何ですか？え、ちょっと私が大好きなお菓子です。あ、お菓子ですか、はい、何でしょうね、これはミルクチーズ工場、初めて見ました。あ、じゃあはい、おお岩ポン、はい、おいしいやつだ。うん、じゃはい、エイブさん。いらないからいい。あとリオポンに。はい。プレゼントです。枕しないから。え、枕持ってきた。わ、おむこっぽいの。あ、ありがとうございます。どう使わせてもらっていいですか。お。あ、これですね。そうですか。これいいですよね。本当はありがとう。あ、こっちが。あ、ああ見ましたね。虫が浮いてますよ、ね。あ、これあの小林取り木でしたっけ。はい、そうです。大丈夫ですか。洋服とか匂いついちゃいますからね。靴下持ってきたの。液体が落ちてて。あ、ごめんなさいね、本当に。はい、足出してるか。うわ、かわいい天気あるんですね。ダメです、ダメです。ちっちゃいですね。はい、ちょっと持ち上げてみたくなりますね。持ち上げてみたくなる。はい。持ち上げるってどういうことですか。あ、はいはい、ちょっといいですか。抱っこするってことですか。あ、はいはい。あ、いいですよ。はい、いいですか。うわはいはい。かわいいですね。簡単に持ち上がりますよ。小さいですよね。はい。はい、あ、ちょっと、一回降りてください。立ってください。立ってください。はい、はい。立ってください。はい、はい。はい、気をつけてください。はい、気をつけてください、ね。はい、はい。そうなんですよ。はい。はい、これ寝起きです。寝起きですからです。お前かわいいですねって言いながらギンギンになってたじゃないか。岩川さん、はい、準備できたということで、はい、見てください。はい、お仕事着です。これは仕事着なの。はい、この格好でお仕事してんですか。そうですね、はい。可愛いですね。興奮しちゃいます、ね。ああ、はい。なんか、はい、目決まってますよ。じゃあこれからね、岩川さんの歯を見ていきたいんですけども、はい、普段どんな方多いですか。新宿なので、はい、ナンバーワンホストの方とか。普段はちゃんと。じゃあこんな汚いおじさんは普段見ないですか。どうですか。汚いこっちか。ナンバーワンホストと最低限おじさん。これほら見てください。これ何の口の中歯石がついてそうな。歯医者でしか見ないですよね、山田さん。マジの道具じゃないですか。あと虫歯チェックするので、はい、ミラーも持ってきました。なるほど。あ、虫歯見つかったら嫌だな。怖いな。山田さん歯医者は最近行きました。最近行ったんですよ。でレントゲン撮って、はいはいはい、次の日行ったらなんかお医者さんが怖
ごめんなさい、レントゲンなくしましたやっぱり底辺の男にやっぱ底辺の人間がくっついてくるんですねこれ歯ブラシとか、はいね、はい、これ買ってきました。来たんおすすめのもの、すごい着色すごいじゃないですか、はい、茶色くて、はい、撮ってくれるやつです。あ、どうも。歯科衛生士の方おすすめのおすすめの歯磨き粉です。はい、汚れを浮かして落としてくれる。あ、どうもありがとうございますねダメですよね、手を握っちゃね、はい、はい、これも買ってきました。あ、これもなんかプレイみたいな頭を、あ、頭を、どうすればいいですか。そこで、え、いいんですかそのサービスは。はいはい、それは違います、ね、それは違いますそれは違います、若さん、はい、それダメです、ダメです。あ、それ違う、はい、はい、まずは安心ください。はい、やっぱりついてますね。汚い。まず、はい、下の歯見えるかな。歯石、裏側歯石がついちゃってるのと、裏側ちょっと映しますね。うわ、汚いっすね。汚い。こう見ると、はいはい、うわ、汚い。汚い。あ、すぐ取れた。虫歯になっちゃってますね、ここ、歯と歯の間すっごい見てるんですけど、私の顔怖い虫歯ありますね、上も。え、今じゃあ2本目ですか。はい、奥から2番目、一番奥の歯もですね。ここほっぺた側、虫歯になっちゃってる。これ2本目の虫歯。はい、あとここ、はい、奥から2番目の歯と歯の間も虫歯になっちゃってます。でも歯と歯の間に結構詰まっちゃってて、ああ、歯と歯の間がよく見えない。仕上げはエブウさんちょっと磨きます。痛くないですか。はい、まずは全体的に汚れを取ります。歯垢がすごくついてるので、ああ、な、くすぐったいですこうやって見てるんですね。ちょっと怖い。怖いですね、こうやって見てて、はい、普通、はい、みんな患者さん目つぶってるんですけど、はい、怖いいい、いい、うわ、怖いですねもしあの変なことしたら、あのここをね、グーって大丈夫なんで。歯茎の状態悪くないですね。あ、よかったですね、はい、なので多分歯周病にはなりにくいけど虫歯にはなりやすいと思います。じゃあ一回ブクブクペーしましょうか。はい、歯と歯の間の液を取ります。はい、はい、じゃあ寝てください。はい、はいちょっといいですかダメですよでも笑ってくれてますよいや、似合わないですでもちょっと岩川さんヘラヘラしてますけど、はい、笑い事じゃないですよ。虫歯多いです、あなた。そんな多かったですか。どうしましょう。隙間の汚れを取っていきます。これって入れてからこすっていいんですか、横に。それとも引っ張るんですか。やり方としたら、はい、まず、ゆっくり入れて、ゆっくり入れる、はい、で左右の歯の面に沿わせる感じです。人型に。そうすると汚れがよく落ちます。あ、入れて、入れて左右の、はい、こういう感じ。人という字ですね。そうです、そうです。もう一本ありますね。あ、虫歯もう一個。一番奥の歯も。うわ、4本目ですよ、ヨーカさん。これ入ってたんですか。はい、うわ、それちょっとヨーカさんに匂い嗅がせましょう、自分のやつ。うわ、くっせーこれは詰まってたやつです。くっせー、これがいっぱい詰まってるんですよ。やめてくださいきついですね。はい、岩川さんをイケメンのホストと思いながら、イメージしながら、はい、汚れ落とします。でもイケメンのそのホストもこう詰まってたりするんですか。結構すっごい綺麗です。やっぱ意識してるんですね。はい、はい、あ、この辺りも臭そうだな。うわフロスが終わったので、はい、
あと歯石を取っていきます。はい。うわ、ちょっと怖いですね。どういう感じでこの先っちょで、はい、削るんですか。そうです。こうやると、え、映るかな、先っちょに白いの、これが岩川さんの歯石。これは匂いはないんですか。これどうだろう。あ、でさっきほどだ。あ、うん、歯石の原因って何なんですか。汚れが歯垢って言って、歯垢が固まったのが歯石です。うん、唾液の成分と歯垢が一緒になると歯石になって固まるので。結構ガリガリいってますね。はい、歯石が結構ついてるので、はい、歯茎が炎症を起こしてて、あら、見ると出血が、あー、出てますね、血が、歯茎が炎症を起こしちゃってますね。あらわ、で今日歯石を取ることによって歯茎引き締まって、うーん、です、綺麗な目ですね。はい、歯茎が腫れちゃってますね。この口とキスできる女性がすごい。ですよね。いろんな人のね、歯を見てる人はこれ言うってことは、よっぽどですよ。よっぽどですか。迷惑かけてますよ、女性に。あ、ごめんなさい。はい、じゃあ終わったということで、はい、歯が綺麗になったらちょっと見てみましょうか。はい。あ、でも確かにテカテカしてますね。つるっとなってます。 ありがとうございます。はい、虫歯ってどれぐらいあったんですか。結果ざっと見ただけで4本はありました。うわ、すごい時間かかりますね、それ治療としたら。はい、通うとしたらどれぐらいかかります、全部治すのに。でも岩川さん暇じゃないですか。はい、結構通えるますもんね。はい、なので2、3ヶ月ぐらい。わ、結構かかるじゃん岩川さん。結構通って 2,3 ヶ月嫌だよ。でも歯からさ、その脳で亡くなった方とかいるから、脳までいますよね。これ俺聞きたいんだけど、歯医者ってさ、めちゃくちゃ多いじゃない。どこ行っていいか分かんない人多いと思うんで、歯医者の選び方みたいなのあります。よく聞かれるんですけど、自分でも分からない。口コミとかあるじゃないですか。あ、それすごい当たってます。あ、結構グーグルの口コミ、あれおすすめ。当たってるんだ。あ、じゃあ岩川さんが言ったところの口コミ見たらどうなんですかね。どうなの、ちょっと今見てみましょう。はい、症状をきちんと聞いて治療プロセスについて丁寧に説明してきます。駅から少し離れているが地元密着感もあり良い歯医者だと思いました。で、岩川さんには何て言ってきたんでしたっけ、その歯医者さんは。あの、すいません、レントゲンなくしちゃいました。なるほど。多分岩川さんにもう二度と来てほしくないんだと思います。じゃあありがとうございました。はい、岩川さん改めてちゃんとね、だってこれお金、普段だったらお金取ってるんですよ。ありがとうございます。お盆休みなのにわざわざ来てくれたんですよ。はい、でも動画で見てるなんかもうアイドル的な存在なので。ですか、アイドルどうですか、近くで見て。どうですか。そこ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 面白い、いや、とても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。